平野紫耀、神宮寺勇太、うじ太のシングループ、ナンバーアイ、ハワイで再始動。北山ひ光とと共に思い出の知恵。俺たち、いつデビューできるんだろうな。まだ、キングプリンス、として世間を沸かせるはるか以前に、平野紫耀、26歳、は、他のメンバーたちに、そうろうらしたことがある。 静かな波の音が響き、潮風の香りが漂うとこ夏のハワイでのことだった。騎士ユータ、28歳の、飛部、合流を待って、平夜、騎士、神宮寺ユータ、26歳の3人組グループ、ナンバーアの結成が10月15日に発表された。平野さんと神宮寺さんは今年5月に金プリ脱退と同時にジャニーズ事務所、 当時を退場していましたが、岸さんだけは主演映画の公開を控えていた。ため退場が遅れていました。いち早く飛べへの合流が発表された平野さんと神宮寺さんは、その後、SNS の更新などは頻繁に行っていましたが、表だった活動は控えていた。その背景には、岸さんの合流を待ちたいという思いがあったようです。芸能関係者。 新たに発足したナンバー I のファンが色めき立ったのは10月下旬に SNS にアップされた中国人ユーザーの投稿だった。後ろ姿の写真と共に平野さん騎士さんらがアメリカのビザ申請に来ていたという内容でした。場所は都内のアメリカ大使館だと思われファンの間では近いうちに海外での活動を行う予定だと囁かれました。スポーツ上記者。 かねて、平野は海外での活動の夢を語っていた。金プリからの脱退や、旧所属事務所からの退所も、自身の年齢と経験値、そして海外で活躍するために残された時間を勘案してのものだった。それだけに、ナンバー・アイを結成した今、早速その目標を叶えるために動き出したようだ。実は近いうちにハワイ行きが予定されています。平野さん。 キシさん、ジン・リュジさんに加え、同じく飛べに合流した元キスマイフと2の北山博光さん、38歳の4人が、飛べするそうです。これまで SNS のライブ配信などは積極的に行ってきましたが、ナンバー I の公式サイトは、ほとんどがまだ、カミングスーンの状態でコンサートなどの具体的な内容は伏せられています。 これをきっかけにより幅広い活動へとシフトチェンジしていくようです。別の芸能関係者。ハワイといえば、ファンの間では、嵐の聖地として認識されているが、再始動の場に同地を選んだのはなぜか。それはハワイが彼らにとっても特別な場所だからだ。キンプリとしてデビューする前雑誌の特集などで何度もハワイを訪れています。 もちろん、賑やかで楽しい旅だったこともあるのでしょうが、デビュー前に3人組ユニットに分裂したり、6人でのデビューが危ぶまれたりした彼らにとっては、将来を語り合った大切な場所でもあるんです。前で別の芸能関係者、脱退前最後のミュージックステーション、テレビ朝日系で、平野は思い出として6人でハワイで撮影した写真を紹介していた。また、 テレビ誌のインタビューで旅行計画の話題になり、ハワイに行きたい。という平野の提案に神宮寺が俺たちと言ったらハワイなのよ、笑いと頷いたこともあった。かつて、騎士が初の海外単独ロケに選んだ場所もハワイだった。思い出の地、だからリスタートはどうしてもハワイである必要があったんでしょう。前で別の芸能関係者。 平野たちにとっても、長らく彼らを応援するファンにとっても、とこなつの風は追い風となるはずだ。米印女性セブン2023年11月16日号。